どうも、宇宙ヤバイチャンネル、中の人のキャベチです。今回は、超巨大スケールで現れる宇宙の不具合というテーマで動画をお送りしていきたいと思います。カナダのウォータールー大学などの研究チームは、宇宙の非常にマクロなスケールにおいて、一般相対性理論をベースとした標準的な宇宙モデルによる予測と観測結果の食い違いを発見しました。研究チームは2024年3月に研究成果を公表しています。一般相対性理論の成功と限界。現代の物理学で特に重要とされる2つの理論が、ミクロな世界を記述する量子力学と、特にマクロな視点で時空と重力を記述する一般相対性理論です。一般相対性理論において重力とは、時空の歪みであると解釈します。これまでに一般相対性理論は数々の現象を正確に予言することで、その正しさが証明されています。例えば、比較的最近の2015年に発見されたばかりの重力波という現象や、今では直接観測までされて存在がほぼ確実視されているブラックホールという天体も、元はといえば、一般相対性理論から予言された天体や現象です。一般相対性理論は日常スケールや宇宙のかなりマクロなスケールにおいても極めて正確ですが、極端にミクロな世界や反対に極端にマクロな世界では正しく説明できない現象に直面することがあります。まず極端にミクロな世界を見てみると、一般相対性理論で記述される重力を量子力学的に理解しようとしてもうまくいかない現状です。二つの理論をうまく統合した量子重力理論の研究が進められています。続いて極端にマクロな世界を見てみましょう。一般相対性理論を前提として構築され、宇宙の進化の仕方や性質を的確に表現できる現代の標準宇宙モデルにラムダ CDM モデルがあります。銀河団やそれ以上のスケールでは、ラムダ CDM モデルによる予測では解決できない問題が存在します。その代表例が、ハッブル定数に見られる、ハッブルテンションと呼ばれる大問題です。ハッブル定数は、地球からある距離遠い天体がどれくらいの速度で遠ざかっているのかを司る定数です。現代宇宙によるハッブル定数の推定と、特にラムダ CDM モデルを用いた初期宇宙の推定との間で差が生まれています。具体的には、過去、アーリーが67あたり、現代、エイトが73あたりで推定されています。いずれも非常に精度の高い妥当な推定が行われているため、この食い違い、つまりハッブルテンションは、現代宇宙論における未解決の大問題として君臨しています。科学者たちはここ数十年、一般相対性理論や標準宇宙モデルを修正し、ハッブルテンションのような問題をもうまく説明できる、より優れた理論を探る試みを行ってきました。宇宙の不具合の原因を探る。そんな中、カナダのウォータールー大学などの共同研究チームは、宇宙の非常にマクロなスケールにおいて、ラムダ CDM モデルの予測の矛盾を発見し、2024年3月に研究成果を公表しています。具体的には、何十億光年という距離を扱うと、重力は理論予想値よりも約 1% 弱くなるそうです。この理論予想との食い違いを、研究チームは宇宙の不具合、コズミックグリッチと呼び、そしてそれを解消する新たなモデルを考案しました。この新たなモデルのメリットとして、まず標準宇宙モデルをベースに一つの拡張のみを加えることで完結するため、標準モデルを覆す必要がないということが挙げられています。そのような新モデルを用いると、なんと、ハッブルテンションの問題を緩和することができるそうです。また、非常に多くの銀河が集まった超銀河団
という構造の数が理論的な予想よりも多いという問題も緩和することができるそうです。しかしこのモデルにはバリオン音響振動、バリオンアコースティックオシレーションズ、通称 BAO の予測精度を悪化させてしまうというデメリットもあります。バリオン音響振動の概念はかなり複雑なので、本題が終了後に最新情報を絡めて詳細を解説しますが、端的に言うと初期宇宙を満たしていた物質にのみ伝わっていた粗密波のことです。しかし研究者たちはバリオン音響振動の矛盾がより良いモデリングと観測によって改善されていくことに期待しています。一般相対性理論やラムダ CDM モデルなど現代の標準的な理論はそれが正しいと裏付ける証拠が数多く存在するものの、正しく説明できない現象も多く完璧ではありません。特にラムダ CDM モデルについてはモデルに組み込まれたダークマター、ダークエネルギーの正体も謎だらけであり、課題が多い現状となっています。より正確に、そして深いところまで宇宙を理解できるように、今後もこういった分野の研究が続いていくことでしょう。今回メインで触れたような、非常にマクロなスケールの宇宙において、未知の現象や構造が発見されることが稀にあります。続いて、かなり最近になって発見されたばかりで、今回も登場したバリオン音響振動にも深い関係がある10億光年にもなる超巨大な泡構造について解説したいと思います。超巨大な泡構造を新発見。天文学者のチームは広範囲に存在する5万6000個の銀河の高精度な分布図コズミックフロース4から直径10億光年にもなる未知の巨大泡構造を新たに発見し、その構造をハワイの神話にちなんでホーレイラナと命名しました。ホーレイラナは多数の銀河が織りなす巨大な泡状の構造であり、泡の表面にあたる領域に銀河が高密度で分布しています。泡構造は天の川銀河が含まれる超銀河団であるラニアケア超銀河団と隣接しており、泡の中心部は地球から8億2000万光年彼方にあります。直径10億光年規模の構造としては地球に非常に近い位置での発見といえます。さらに牛飼い座超銀河団、牛飼い座ボイド、スローングレートウォールなど基地の著名な超巨大構造をいくつも内包していることも判明しています。ホーレイラナの起源、直径10億光年の巨大な球面に銀河が高密度で分布するホーレイラナという構造が偶然形成された可能性は 1% 未満であるとのことです。ではホーレイラナはどのような現象が起源となって形成された構造なのでしょうか。その起源はバリオン音響振動、英語でバリオンアコースティックオシレーションズ BAO であるという説が有力視されています。 BAO は少し難しい概念ですが、僕が理解できている範囲で何とか説明してみたいと思います。 BAO について、宇宙誕生直後、宇宙は非常に高温で現在の地球上のほとんどの物質のように電子と原子核が電気的に結びついて原子という構造を形成することなく独立してそれぞれが行動していたというふうに考えられています。電子と原子核が分離している状態の物質をプラズマと言います。宇宙誕生後しばらくは宇宙にプラズマが満たされていました。現在の宇宙では物質同士は重力で引き合うのみで、高密度領域はより高密度になっていきます。一方、初期の高温な宇宙において、プラズマ状態の物質同士には、重力的な引力だけでなく、放射圧による反発力も働いていました。これは宇宙空間に存在する光、光子が電子に対して相互作用し、圧力を与えることで、
物質同士の距離感覚を遠ざけることによるものです。地球上の空気を伝わる音、音波は、空気を構成する分子を圧縮すると、分子の高密度領域と低密度領域が周囲に伝わっていく現象のことを指します。空気で音波が伝わるのは、空気を圧縮すると反発力が働き、元に戻ろうとする性質があるためです。音波のように高密度領域、密度、低密度領域、素が伝播していく波は、特に素密波と呼ばれています。初期宇宙を満たしていたプラズマと光子の複合体においても、重力による引力と高圧による反発力の相互作用により、最初期に高密度だった領域を中心として、その周囲へ音波と同様の素密波が伝わっていきました。これがバリオン音響振動と呼ばれる現象です。宇宙誕生から約38万年後、宇宙の温度が3000度程度になると、原子核と電子が電気的に結びつき、原子が形成されました。光子は電子と衝突することなく直進できるようになり、視界が開けることから、この時期を宇宙の晴れ上がりと呼びます。宇宙の晴れ上がり以降、プラズマ同士の反発力も失われ、BAO も消滅しました。宇宙誕生直後から拡大し続け、宇宙が晴れ上がる瞬間に消滅した単一の BAO は、ある点を中心とした半径約5億光年の球面に存在していました。宇宙の晴れ上がりの瞬間に BAO が消滅した場所では、物質が高密度に残り、その後、重力的に引き合うことで、さらに高密度となるため、恒星や銀河が誕生しやすい環境となります。銀河の分布に BAO の痕跡が。BAO 自体は、現在の宇宙には残っていません。しかし、BAO が消滅した場所に銀河が多く形成されたため、銀河の配置の仕方に BAO の痕跡が残っている可能性があります。消滅した瞬間の BAO の半径が約5億光年であるとすると、理論的には無作為に2つの銀河を選び、その距離感覚を調べる作業を繰り返すと、約5億光年の距離感覚を持つ銀河のペアが少し多くなるはずです。そしてこれまでの観測により、実際にそのようなデータが得られています。これが現在観測可能なBAO の痕跡であり、それが実在していた証拠となります。新発見の巨大泡構造、ホーレイラナは、球面上に銀河が高密度に分布している構造です。宇宙が晴れ上がる瞬間に消滅した単一の BAO は、ある点を中心とした半径約5億光年の球面に存在していたというふうに考えられるため、ホーレイラナはまさに、BAO の名残なのかもしれません。これまでも銀河の距離感覚を調べ上げ、統計的に BAO の存在を浮き彫りにすることはできていましたが、仮にホーレイラナが BAO の痕跡であれば、視覚的に直接観測できる BAO の痕跡を見つけたのは初めてのこととなります。しかし、理論的な BAO の球面の大きさの予想よりも、ホーレイラナの方が 10% ほど大きいそうなので、さらなる調査により、その部分の謎が解明されるのが期待されています。最後に一つ宣伝です。僕キャベチが接客する宇宙好きのためのバー、宇宙屋バーを北海道の札幌市でオープンしました。付近にお住まいの方はもちろん、そうでない方も北海道に帰省、旅行の機会に気軽に立ち寄りください。お店に関する詳細は本動画の概要欄をご覧ください。